ワンパーということで、天真爛漫実況、姫さんルート、続きの方やっていくんですけれども、これ、ルート大丈夫ですかね？いや、前回さ、ね、まあ、告白したはいいんですけど、いや、もう神様だから無理っすって言われちゃったんで、まあ、ねえ、どうしましょうか。いや、もうなんか、ルート的にもう、ここから何か、まあ、多分ね、ここから何かあるんでしょうけど、もうこの時点ですげえ絶望的というね、状況なんですけど、はい、じゃあ見ていきたいなと思います。ああ、あんまり眠れなかった。窓から差し込む朝日が眩しくて仕方がない。眠い。本当に眠いのに、寝れない。いやあ、もうきついよな。思い立ってね、勇気出して行ったのにな。まあ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 、あんなこと言われてしまったらな。ああ、もう。ほっぺ叩いて。いったー。力入れすぎだ。気合のためとはいえ、ちょっと強く叩きすぎた。いや、でもこれでいいんだ。いつまでも引きずってちゃ仕方ない。一緒に暮らしてるんだし、気にしちゃダメだ。こういう時は、俺の方から気分を変えていこう。まあでもこういう時は女性は強いですよね。ちょっと引きずるけど、まあ結構さ、まあ根に持つ人もいるけど、ちょっと引きずるけど、すぐこう、気分転換できる、忘れられるみたいなね、泣いて。なんかそれ女性の強さだよな。なんか男性とかってなんかずるずるこう、なんか覚えてんだよな。いや、俺もなんか好きだった人の子覚えてたりとかね、結構ね、あるんで。男性って結構そういう傾向多いのかな。どうなんだろう。行きましょう。おはよう。おはようございます、兄さん。うん。休みになっても、いつも通りに起きるのはいいことだ。まあな、寝れなかったんだけどな。宇野花とルリはまだのようだが。おお。そんな時、眠そうに目をこするルリと宇野花がリビングに姿を現す。おはよう。おはよう。ルリさん、なんかちょっと雰囲気違うなっていうのにちょっと敏感に反応しそうだけどね。おはよう。おはようございます、お二人とも。ご飯はすぐにできますから、もう少し待ってくださいね。ご飯、あーなんであーんなの。だから俺の腕を噛むな。俺、相変わらずまずい腕だな、ハルキ。まずさで目が覚めたぞ。びっくりだ。こっちもびっくりだわ。そんな、なんか自然と噛みついてくるルリさんにびっくりしてるわ今。美味しくてそのまま食われるよりは100倍マシだ。朝から元気そうで何より。あなたもな。新一郎さん、たく。お、なんだ、どうかしたのか。こちらをじっと見ていた宇野花にそう尋ねると、彼女はちょっと慌てたような声で答えた。ああ、いや、別に何でもないんじゃが。おう、そうか、ならいいけど、そんなところに立ってないで座れば。もうすぐできますからね。おじいちゃん、お仕事の時間はまだ大丈夫ですか？ああ、問題ない。大丈夫だ。俺と宇野花を除く他の3人はいつも通りの様子だ。気づかれてないってことは、俺も普通に振る舞えてるってことだよな。まあちょっとルリさんのおかげっていうのもあるかもしれないね。このままいつもの調子で過ごそう。で、精神的にすっごく疲れるけど、とりあえず頑張ってみるか。まあ苦しそうだけどな。いつも通りの純和風な朝食をみんなで食べて、我が家の一日は始まる。ルリ、箸をちゃんと使えるんだよな。って、あー、こぼしやがった。めっちゃルリさん見とるやん。めっちゃルリさん見とるやん。おい、落としたぞ。ん？問題ない。問題ないの？あるっての。お前、頬にもご飯粒つけたままだし。ご飯粒？どこ？取ってやるよ。すっと手を伸ばし、ルリの頬についたご飯粒を取ってやる。なんかあれだよな。なんか、ルリさんルートにもこんなんなかったけどな。ご苦労。おう。寝ぼけててもお前は偉そうなんだよな。何も答えずにルリはそのまま朝食を食べることに集中していく。なんだ。どうかしたか。いや、別に。ちょっと変な感じだな。
やっぱいくら宇野花でも昨日の今日だし、多少は気にしてるのか。なんかごちそうさま、深刻そうな顔してるけどね。なんだろうね。お粗末様です。さてと、では店の準備を始めるとするかな。何か手伝うことがあったら言ってください。今日は特に用事もないので。おお、そうだな。もし手が足りなくなったら助けてもらうとするかね。まあ、サナさん心強いけど、まあ、新一郎さんからするとな、まあ、孫にこう手伝ってもらうっていうのはっていう。まあでもそれ嬉しいだろうけど。ああ、俺も別に手伝ってもいいぞ。お前はダメだ。気持ちだけ受け取っておこう。我が孫よ。まあそうなるわな。まあそうだろうな。俺が下手に手伝うと片付けとかが増えそうだし、悲しくなるからこれ以上は考えないでおこう。ではな。じいさんはそのままリビングを出て行った。俺もさっさと朝食を食べてしまうか。そうして食卓の上に用意された醤油に手を伸ばしたその時、温かで柔らかい何かが俺の手を包み込んだ。おう、え？何？俺が醤油に手を伸ばすと同時にサナの方も伸ばしていたらしい。あれ？なんか他の人とのフラグがどんどん立ってるけど、なんだこれは。醤油瓶を掴んだ手の上にサナの小さな手が重ねられていく。あ、いる。ああ悪い。こそ兄さんの方が先に手を伸ばしてたのに。いや、それは気にすることないと思うけど、先に使うか。ううん、兄さんの後で大丈夫なの。なら手を離してほしいんだが。ずっと今合わせたまんまなんだ。手を重ねられたままだと醤油が使えん。あ、うん、ごめんなさい。かわいいな。味わってたんだな今。なあ、できればわらわも醤油を使いたいんじゃが、およいか。どう。なんだこれは。どういう流れなんだこれ。そりゃ構わないけど、ほら、素直に醤油を受け取った宇野花はそのまま食べかけの魚にトプトプとかける。トプトプと、おお、かけるなら最初からかければいいのに。助かった。それじゃあ兄さん、お先にどうぞ。おう、なんか明らかになんかちょっと嫉妬してる感もちょっと、どうなんだろうね。わからんけどね。デルリさんは黙々と食べると。俺は自分の小皿に軽く醤油を移してから、サナに瓶を渡す。なんだろう。ちょっと食卓の雰囲気がいつもと違う、まあ、だろうな。別に和気あいあいと朝から騒がしい食卓ではないものの、いつもよりもちょっと喋りづらい。やっぱ昨日の告白が効いているのかも。まあな。いやでもにしてはじゃない。ちょっと醤油かけたいんだけど。みたいな。ちょっと半切れみたいな。ん、兄さんどうかしたんですか。え、いや別になんでもないぞ。もしかして具合が悪いんじゃ。大変なの。夏風邪はしつこいって言いますし、すぐに横になった方が、まあ、早いな。なんでそんな。気が早すぎないか。いや別に病気じゃないって。別に心配はいりませんよ。幸いにも今は夏休みの最中です。私がしっかり密着看護してあげますから。何ですか密着看護って。ただの看護じゃないんですか。密着看護って何ですか。密着看護って、密着看護って変な意味じゃないですよ。病気だから仕方なくなんですから、はい、変なこと考えないでください、この変態。いや、じゃあどういう意味なんですか。じゃあサナさん、じゃあ詳しく、どういう意味なんですか。それじゃあサナの気持ちは嬉しいけど大丈夫だから、体調不良とかじゃあ全然ないから。どっちかというと心の方だし、まあそうだな。本当ですか。そりゃ元気な方がいいんですけど、病気は隠しちゃダメですよ。本当だって。大丈夫大丈夫。ごちそうさま。少々大きめな声で箸を置いた宇野花はそのまますっと立ち上がって流しに食器を運ぶ。いつも通り美味しかったぞサナ。え、あ、はい、ありがとうございます。サナにそう言った宇野花はその後で俺の方をじっと見つめてくる。めっちゃ見つめてくるな今回。ん、なんだ。別に、わらわは部屋に戻っておるから何かあれば呼んでくれ。まあでもあれか、まあ宇野花さん的にはその
まあ、キスもあるからな。その、ね、フーンも吸い取らなきゃいけないから、まあ、ちょっと今後大丈夫かな、的な感じで見てたのかな。どうなんだろう。ちょっと嫉妬してた感じもね、なんか、ありけりみたいな状態に見えたんだけどね。どうなんだろうね。それだけ言って、リビングから出ていくのかな。なんだか、今日の姫さん、怖くないですか？ちょっとね、ぶっきらぼ、ぶっちょうずらっていうか、なんつったらいいの。なんかそんな感じだよね。まああいつにもいろいろあるんだろう。そのいろいろという部分は主に俺のような気がするけど、気にしない。そういうことを気にし始めると俺の方までリズムを崩してしまいそうだしな。何ですかルリさん。ルリさんは黙々か。目がすごかったけどね、今すごい鋭い目してましたけどね。ああ疲れた。意識していつも通りに過ごそうとするのはすごい疲れる。外に出る用事があった場合、こんな調子で宇野花と一緒に過ごすのか。いやーなんかちょっと億劫だよな。想像しただけでしんどいな。ベッドの上に横たわりながら息をつく。やっぱり勢いに任せて告白とかするもんじゃないな。まあでも結局どの状況で告白しててもさ、あの答えなんだとしたら早めに言ってた方がね。まだ夏休みの前半ですから。でもな、あの時はあれが一番だと思えたんだよな。玉砕したけど。やっぱり姫姉様に何かしたな。あの睨みはやっぱこう気づいてたか。ルリさん、さすがですね。いや別に何かをしたっていうわけじゃないけど。いじめたのか。姫姉様をいじめたのなら許さないぞ。お前を狩る。狩るのやめて。狩るのはやめて。マジだから別にそんなことしてないっていうか、他人の部屋に入るときはノックぐらいしろ。いや、ほんとだよな。いや、なんで、いや、ちょっと、春樹くんなんでそこ突っ込まなかったのかなと思ったけど、そうだよな。うん。もうスッと入ってきましたね。びっくりした。いつの間に入ってきたんだ。本当に気配を殺すのがうまいな。ちゃんとノックした。まあ、そうなんだ。あー、それぐらいちょっと、思いふけってたか。聞こえなかったぞ。当然だ。聞こえないようにしたからな。意味があるんか、その。そのノックは何なんだ、じゃあ。それじゃノックの意味がないだろ。森の獣は自分の位置をわざわざ示すようなことはしない。はい。ちょっとした油断が死につながる。いや、春樹くんが、何ですか、ルリさんを襲うんですか。どういう死ですか、それは。まあまあ、不運があるからな、確かに。ちょ、不運に巻き込まれる可能性っていうのも、なきにしもあらずだが。まあ、いいや。で、何の用だ？お前、姫姉様に何かしただろう。なんでそう思う？様子が変。ちょっと苛立ってるみたいだ。春樹が何かしたに違いない。ああ、やっぱ苛立ってんだね。だから、なんでそう思う？勘だ。野生の勘と女の勘を足して2をかけたような勘だ。割ったんじゃねえだな。そこかけたんだな。なるほど、なるほど。それは相当な勘ですね。どうなんでしょうか。野生の勘と女の勘か。かけるな、割れ。助産にしろ。にしても恐ろしい勘だ。確かに俺が告白した。見事に玉砕したけどな。とはいえ、そんなことを馬鹿正直に答える必要はないよな。やっぱり、お前のせいだな。俺のせいとも言えなくはないとは思うが、別にあいつをいじめたわけじゃないぞ。本当だって。だからそのうちあいつもいつもの様子に戻るだろう。ちなみに、本当にちなみになんだが、そのことを宇野花本人に聞いたのか。うん、聞いたぞ。おお、まあ、ルリさん、そこら辺ね、単刀直入に行きそうだもんね、なんか姉様どうしたのか、春樹にいじめられたのかみたいな。で、どういう返事が返ってきたんだろう。それで、宇野花はなんて、なんか俺のことを言ったりとか、うわ。別に春樹のことなんて何も言ってないぞ。ただ別に何でもないって、すぐに元通りになるって。ああ、やっぱそういうね。ああ、そう、まあそんなもんだろうな。はあ、春樹は悩み事か。別に悩み事っていうほどじゃない。それに結論はもう出てるから。結論が出たからこそ俺はこうしてちょっと落ち込んで、まあそうだな、乗り越えていこう。やめよう。
こういうことを考えてると落ち込んだ状態が長引きそうだ。心配してくれてサンキュー。でも大丈夫だから。そうか。でも別に春樹の心配はしてないけどな。おう、サイですか。おう、元気出せ、ファイトだぞ、うん、頑張れ、うん、負けるな、きっといいことあるさ。すごいね、もう全部棒読み。いや、いいよいいよ、あの、いや、なんか励ましてくれてるのはいいよ、全部棒読み。ここまでの棒読みの励ます言葉はなかなかないね。その棒読みで励ますのやめてくんないか。いや、本当だな、逆に傷つくわ。そんな時、扉の向こう側で家の電話が鳴る音がする。お、あ、出た方がいいかと思ったが、パタパタと誰かが軽く走るような気配がする。おう、多分サナだろうから任せていいかな。兄さん、おお、23。兄さん、わかった、すぐに行く。答えながらベッドから腰を上げる。とにかくさっきまでの話はこれでいいか。おお、わかった。とにかく姫姉様にこれ以上変なことするなよ。うん、わかったわかった。今みたいな状態でもう一回アタックするほどの勇気は俺にはないしな。まあそうだな。で、この電話は何だろうね。とりあえず俺は電話に出ないといけないから。電話ね。もう兄さん遅いですよ。まあ、悪い悪い。それで相手は誰？兄さんまた何かしちゃったんですか？相手は時は先輩ですよ。おお、真宙先輩か。時は先輩？なんでまた時は先輩がわざわざ俺に。確かに。そんな疑問を持ちながらも、サナから受け取った受話器を耳に当てて保留を解除する。すみません、お待たせしました、千歳です。あ、千歳くんですか。おお、時は真宙です。もう真宙先輩。真宙先輩ルートもね、かなりちょっと気になってはいるんですけどね。いや、ちょっと楽しみですね。どうも。急に電話してしまってすみません。学園の名簿を見て電話させていただいてるのですが。いや、それは別にいいんですけど。夏休みはどうですか、堪能していますか。何これ。え、どういう流れなんこれ。まあそこそこに。本当は追試とか告白でそれどころの状況じゃないけど、わざわざそれを説明する必要もないだろう。まあ世間話をでもしに来たわけでもないでしょ、真宙先輩。そうですか、それは何よりです。おお、あの先輩、ぶしつけですけど、今日は一体どんな用が。そうですね、すみません、急にこんな電話が来たらびっくりしますよね。いや嬉しいけどな。いや真宙先輩からこんな電話来るんだったら、まあめちゃくちゃ嬉しいんですけどね。いえ、それは別にいいんですけど。なんだろう、さっぱり会話の出口が見えてこない。もしかしてどっかに遊びに行こうっていうのはお誘いか。ですね、お、実はちょっとお願いしたいことが。ほう。お休み中にこんなことお願いするのは迷惑だとは思うんですが、できれば。ああ、はあ、先輩がわざわざ俺に。はい、とっても大切なお願いです。だから今週の、そうですね、金曜日に学園に来てくれませんか。何この流れ。金曜日っていうと8月2日ですか。そうですね、もしかしてご予定がもうありますか。それなら仕方ありませんが。ああ、なんか手伝うってことかな。いや別に予定というほどのことはないですけど。でも先輩が一体俺に何の用ですか。うんね、あ、何ですかか。それはですね、ん、秘密です。何ですかそれ。いや、どういうことですかその秘密って。電話口の向こうでクスクスと笑う声が聞こえ、おい、どういうことだこれ。やけに楽しそうだな。ああ、何、あ、後ろの人が笑ってるとかじゃなくて真宙先輩が笑ってんのか。それは可愛いな。それは可愛い。でもきっと千歳くんも喜んでくれると思います。ああ、何かしらサプライズ的な。いや、それでまあなんかね、仕事をさせられるのもあれだけど、まあ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 、真宙先輩のためならな。俺も他にも学園の皆さんが喜んでくれるんじゃないかと思ってます。全然わからん。全然わからんな。なんだかよくわからないですけど、とにかく金曜日に学園に行けばいいんですね。はい、お
に学生会室にいらしてください。わかりました。あ、ちょっとまだ切らないでもらえますか。おう。え？あ、はい。それでですね、もう一人お願いしたい人がいるんです。姫さんですか。ん？その人にも金曜日に一緒に来てほしいんですが。それってまさか。はい、宇野花姫さんにも一緒に来てほしいんです。なるほど。いやー、ややこしい時期に呼ばれましたね、それは。マジか。だから姫さんと一緒に学園に行くんですか。やっぱりか。サナ、ルリ、宇野花の3人の中で考えると一番可能性がありそうだったからな。まあ、うん。でもそれはあいつの予定も聞いてみないと。はい、それはもちろんです。なのでもしご在宅なら代わっていただけますか。ああ、あの、もしかしてどこかに外出されてますか。いやいや、まあなんか、まあ、変わってもいいんだろうけど、ちょっとな、まあ、気まずいというか。いえ、います。ちょっと待ってくださいね。はい、よろしくお願いします。先輩の言葉を聞いてから保留ボタンを押す。あいつの予定なんて合ってないようなものだし、二つ返事で OK するだろうな。とすると、あいつと二人で学園に出かけることになるのか。まあでも一人で行くわけにもいかないだろうしな、不運もあるしな。まあ金曜日までには普通になってるだろう。まあでも、振られてる身からするとちょっとなあ、まあ二人で出かけるっていうのは、きついか。多分、きっと、いやもう、俺の精神的にお願いします。そっか。なんだお願いしますって。そんな願いを抱きながら、宇野花を呼びに向かった。まあ、治っててほしいなと、精神が。結果から言うと、予想通り宇野花は、時は先輩の提案を OK して、俺と一緒に金曜日に学園に向かうことになった。何すんだろうね。金曜日？ああ、でもまあ、休みだから関係ないか。なんだろうね。はい。じゃあ、向かっていくと。しかし、なんだろう、時は先輩の用事って。さあ、なんじゃろな。約束のその日、俺と宇野花は学園に向かって歩いているところだった。宇野花は、何か心当たりとかないのか。いや、別に。そうじゃの。もしかして、お主を次期学生会長に推薦したりして。おお、だとしたらなんで姫さんも呼ぶんだ。だったら用事があるのは俺だけだろ。お前まで来る必要はないし。ちなみに俺と宇野花の関係は今みたいにごくごく普通の会話を行える程度にはなっている。ああ、そっかそっか。確かにこうちょっとね、からかい合ったりみたいな。ただ前みたいな突っ込んだからかい方はされなくなったような気がしないでもないな。そのすげえなんか曖昧だな。実際どうなんだろう。もしかして俺の気のせいっていうか癖になってる？いじられたいとか思ってるのか俺。いや、知らん知らん知らん。知らんけど。やだな。知らない間にそんな調教めいたことされてるなんて。お主、こんな道中で一体何を口にしておる。調教って。ハルキ、お主はそっち系か。やめてその顔。そっち系かじゃないわ。ちょっともう、まあちょっとね、フラグがへし折れてしまってますからね、今姫さんとの。ハルキ、変態だな。特殊性癖だな。特殊性癖だとしても。もうフラグがへし折れてしまっていたらもうどうしようもないからな。まあまあもう何でもいいやって感じだろうけどな、ハルキくん。難しい言葉知ってんね、お前。てか、ルリさんもいんのね。ルリさんもなんかついてきたのね。ちゃんと学園で勉強してるからな。そっか。それドリルをな。何？女子だけの保健体育ではそんなことを教えているのか。いやいや、どういうことやね。いや、参加してみたい。いや、違う、そういうこと。あ、なるほどね。勉強してるからなっていうのはそういうことね。学園で特殊性癖の、そうだよな。流れ的にそうだよね。文脈的に。学園で特殊性癖という言葉を勉強したと。確かに参加してみたいな、そんな保健体育は。というか、なんでお前まで一緒にいるんだ。暇だからな。なんだ、ルリが一緒に行くと問題があるのか。え、いや、どうだろう。別に怪しげな話じゃないだろうし、最低限俺と宇野花さえいれば問題ないだろう。言うてやるな、ルリ。おう。きっと真宙に調教してほしいと望んでおるんじゃろ。
わらわたちがいてはそんな行為はしづらいじゃろ。あーでも真宙先輩に調教されるか、それはそれでみそれはそれでいいかもしれない。おお、なるほど、この変態変態なんか変態って言われるとななんかあれだな、変態なのかもしれないな。ルリはともかく、やっぱり宇野花は前と違う気がする。本当に俺癖になってない、物足りなさというかそんなの感じるようになっただなんて、うん、深く考えるのはやめよう。てんてんてん、長いな、てんてんてんが。とりあえずこれ以上変な考えが浮かぶ前に常盤先輩のところへ行こう。ちょっと物足りなくなってきたか。失礼します。あ、しまーすか。って誰もいないな。間違えたのか、春樹。おっちょこちょいだな。間違えてねえよ、宇野花だって聞いただろ。確かに今日のこの時間じゃったと思うが。うん、それに部屋の鍵が開いているってことは学生会の誰かが来ているはずだ。ここでおとなしく待ってればすぐ来るだろう。そういった時廊下から足音が聞こえてくる。あ、ごめんなさい、遅れてしまって。おお、いや俺たちも今来たところですから。なんだこれ、デートか。すみません、本当に呼び出したのはこちらなのに。あら、あなたは。すみません、ついてきちゃって。いえ、全然構いませんよ、別に隠すようなことでもないですし。ああ、でもそれだとサプライズになりませんね。ほう、え、二人ならサプライズなの。サプライズ？ん？そういえば何やら喜べることがあると言っておったが。なんだろうね。あ、はい、それです、それ。実は今日お二人に来ていただいたのは手伝っていただきたいことがあるからなんです。はい、手伝ってほしいこと。時は先輩は積み上げられていた資料に手を伸ばすと、こちらに一枚の紙を渡してくる。それご覧になってみてください。企画書ですか。あ、文化祭のですね。目を通すとそこに書かれてあるのは夏休みが明けてから10月20日に予定されている文化祭の内容についてだった。あ、文化祭の話がもうここで出てくるってことは、今回やっぱね、姫さんルートは文化祭をしっかりこうがっつりこうやるということですね。他のルートだとね、文化祭がおざなりになってたところがあったんで。文化祭、それは食べ物か。なんで食べ物になっちゃう。まあ食べ物いっぱいあるけどね。学生の活動によって研究発表なんかをする行事の一つだよ。ああ、学生が行う祭りのことじゃな。ルリも理論は知ってる。理論、理論知ってんのか、すげえな。何の理論なんだろう。お前今ルリをバカにしたろ。あ、噛むぞ。すいません。ちょ、真面目に。あ、ルリさん、すいません、すいませんでした。もうガチのな。弱えな俺。そうですね、普通一般的に文化祭と聞くと、うん、お祭りを想像しますよね。もうね。違うのか。うちの場合はな、研究発表をするだけなんだよ。郷土史とか適当に調べて教室で発表する。それには学生会が大きく関わっているんです。うん、この学園の学生会長は文化祭後に行われる選挙によって変わります。そうなんだよね。ですから文化祭は現学生会の最後の仕事になるんですが。まあ先輩たちもさすがに自分のことで忙しくなる。学園側としても行事のために成績を下げさせるようなことはできない。それで学生側に面倒が起きないように簡単な文化祭のみを行ってきたということか。おお、簡単に言うとそういうことになりますね。よってこの学園の文化祭は非常につまらなくて盛り上がらない。まあそういうことやな。学生側としても盛り上がらないからやる気がない。そもそもの話、研究発表だけで盛り上がるのも無理があるしな。そんな伝統の負のスパイラルが行われている。でもこの企画書は、だが俺たちが今常盤先輩から渡された企画書の文化祭は例年のものとは完全に違っていた。まず一番違うものといえば各クラスで行う出し物だろう。そうなんですよね。そうそう、もうここで話されるんだね、文化祭のね。
はい、まあ出し物をやるからっていうね。だからいつもと違う、毎年と違うね感じでやりますよと。今までは研究発表だけだったのをやめて、普通に他の学園と同様学生たちで行う出店、部活の方でも出し物をやってもらう、体育館の舞台を使ったイベントなど、もっとたくさんのお客さんを集めて文化祭を盛り上げようとする計画が書かれてあった。私をはじめとした現学生会最後の仕事として、文化祭を変えようと思っています。いやー、これね、真宙先輩強い意志を感じるよね。ただこれをさ、伝えたいがためだけにこの春樹くんと姫さんを呼んだの？文化祭がつまらないという声は聞いていたので、やっぱり会長としてやらなきゃいけないと思ったんです。そっか。ほう、それは面白そうな話じゃな。祭りになるのか？祭りにな、そのつもりですよ。まあ本当にもうガチの祭りって感じだね。へえ。でも先輩は大丈夫なんですか？忙しいでしょう、やっぱり。そんなことないです。おお。それにやっぱり楽しい方が皆さん喜んでくれますし。まあそりゃそうだな。ということはつまり、わらわたちはその文化祭準備のために呼ばれたのか？はい、すみません。できれば、いやいや、お二人には文化祭の実行委員として文化祭をまとめていただきたいのですが。実行委員として呼ばれたんだね。これは、あ、面白いね。なるほどなるほど。実行委員？俺と宇野花が？その計画はともかくとして、どうして俺と宇野花なんだろう。あー、実行委員のパターンは初めてか。ちなみに、いや、葵さんルートは何かあったっけ。あれは実行委員ではないよね。なんかお手伝いとかだった気がするんで、実行委員は初めてかもしんないね。お願いできませんか？転入してきた宇野花さんなら、他の学園がどんな風に文化祭を行ってきたのかを知っているのではないかって思ったんですけど。ああ、なるほどね。なるほど、そういうこと。でも俺は、だって宇野花さんとお似合いじゃないですか。何ですかお似合いって。見た目的な話ですけど、その見た感じお似合いだからみたいな。なるほど。今の俺にとって先輩の言葉はすごい微妙なんだよな。すげえ、すさまじいぐらい刺さるんだよね、それ。わらわは別に、その実行委員とやらを引き受けるのは構わぬが。おお。本当ですか？それじゃあ、千歳くんは？まあ、受けるしかないでしょう。その、委員って二人だけですか？そうですね。当面は。でも、新学期が始まれば、各クラスから2名ずつ実行委員を募集することになると思います。ああ、なるほど。そういう感じね。最終的には専任の文化祭委員としてお二人が一時的に学生会に組み込まれ、準備は各クラスの委員も含めて進めていくことになりますね。いや、なんかそれはそれであれだよな。なんだろう、こう普段点じゃないけどさ、なんかそういうポイントもらえそうですね。なんか文化祭初、なんていうの？学園のさ、文化祭をこう円滑に進めるためにね、こう頑張ったみたいな感じでさ、こうなんだろう、いい感じに書かれそうだよね。いろいろ、まあ春樹くん問題あるかもしれないが、まあまあまあ、そんな問題ありありな春樹くんには美味しい話ですよね。とりあえずしばらくはいろいろと一緒にいる機会が増えそうだな。そう、しかも宇野花さんと一緒にいればね、まあこの状況ですけど、なんていうの、そういうポイント稼ぎっていうのも兼ねてじゃないけど、あ、宇野花さんノリノリっぽいな。いや、いつまでも引きずっているわけにはいかないんだ。うん、まあここは覚悟を決めないとな。それにこれはちょっと微妙になりつつある宇野花との関係を修復するいいチャンスかもしれないし。確かに。俺も別に構いませんよ。よかったです。断られたらどうしようかと思ってました。もう真宙先輩もな、真宙先輩って本当なんか手伝ってあげたくなるタイプのリーダーですよね。別にルリも手伝っていいぞ。お、ありがとうございます。子供に笑いかけるようにルリにそう言う時は先輩。不運のこととかあるけど、まあ裏方とかなら大丈夫か。不幸か不幸か宇野花も一緒だし、最近は割と平穏な日々だし。じゃが先に一つ言っておきたいことがある、
わらわは他の学園の文化祭のことなど知らぬぞ。えってなるけどな。俺もあんまり自信がないんですけど。そうですか。でもそれで構いません。お、お二人とも実行委員をやっていただけるなら。まあそのね、知り合いで仲間が増えるじゃないけど、まあ心強いよね、真弘先輩もね。こうコミュニケーションも取りやすいし。お二人を見てるとすごく楽しそうなんです。おお。そんな風に笑って文化祭をすることができれば。あ、なるほど。そう思うんです。そういうことな。俺と宇野花の関係ってそんな楽しそうに見えたのかな。まあそれでも構わぬなら良いが。俺もそれでいいなら。こういうことはもうすぐ卒業してしまう私よりもまだこの学園に残る千歳くんたちが中心になってくれた方がいいと思ったんです。まあまあ確かにね。でも私はあまり知り合いが多くなくて。まあでも、まあそういう意味でも手伝ってあげたいな。勘違いしないでくださいね。お二人にお願いしたのは文化祭を楽しくしてくれると心から思ったからです。まあなんかちょっと知り合いいないからとりあえず片っ端から行くかみたいな、そういう感じじゃないってことね。いや別にそんなこと疑ったりしてませんけど。そうですか、よかった。とにかくよろしくお願いします。いや真弘先輩かわいいな。やめえな。ペコッと頭を下げた先輩はニコリと笑う。自分にできることをやってみるか。なんかルリさんとね、ちょっとワンチャン雰囲気が出てきて、サナさんともね、なんか手もこう触れたり、真弘先輩ともいい雰囲気になって、これ姫さんルートですか本当に。ハーレムルートですかこれ、まさかってぐらいの雰囲気になってきちゃってんだけど、まあでもね、はい、まあ今回ここまでなんですけど、姫さんと実行委員、まあまあまだまだこれからっていう感じはしますけど、いやどうなるんだろうな。フラグへし折れてるどころか、もうほぼ終わってるみたいな感じになってるわけなんですけど、もう最初からのね、あの流れはほとんど変わってないんだけど、まあ神と人間は相入れないよねっていう、わちゃんちゃんみたいなところはまだね、こうまあどうにも変わってないところはあるけど、まあそれでもね、一応まあその宇野花さん的に何か変わってる兆しがね、この実行委員なりなんなりで夏休みとか、あとはまあ10月20日のね、実行委員になるっていうことは、まあ文化祭がねしっかり行われて、そこでねまあいろいろ仕事したりとか、まあいろいろあると思うんで、まあ文化祭がちゃんと描かれると思うんでね、まあそこら辺のあの文化祭描写もねちょっと楽しみになったし、まあそこまでにねちょっとどういう風に関係性がね、まあ恋人同士みたいな感じになっていくのか、まあ楽しみですね。はい、ということでじゃあ今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方もね、もしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ありがとうね、バイバイ。